画像は大谷翔平選手。ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が、本拠地近くにある豪邸を785万ドルで購入したと地元メディアが先月報じ、これに続いて日本テレビと富士テレビが、12億円豪邸について称報したことに大谷選手がブチギレ激怒し、出入り禁止処分を下したと週刊誌、週刊現代が報じています。 大谷翔平選手が12億円豪邸を購入したことは5月22日にロサンゼルスタイムズが報じその豪邸はドジャースタジアムから20キロほど離れた高級住宅地ラカネアダ・フリントリッジにあることなどを伝えていました画像は大谷翔平選手の12億円豪邸の空撮外観画像週刊現代によれば日本テレビとフジテレビはその後豪邸について商報していたといい 空撮映像や自宅前からのレポート、近所へのインタビューなどワイドショー取材のような映像を流した。まるでお祭り騒ぎでした。大谷選手はこれらの報道に怒ったそうです。米国では、セレブの自宅に強盗が入ったり、家族が誘拐され多額の身の代金を要求される事件が頻発している。スーパースターである大谷選手も、狙われる可能性は大いにあるのです。 その中で、日テレと富士は見れば誰でも大谷選手の自宅住所を特定できてしまうような映像を流した。妻の真美子さんに危険が及ぶかもしれないだけに、大谷選手は感化できなかったのでしょう、と、現地テレビ局駐在員が語っています。その結果、日テレと富士は、ドジャースから貸与されている、取材パスを凍結されてしまったのです。これにより、 日テレは6月9日放送のスポーツ特番に関しても映像の差し替えを余儀なくされました。局内は蜂の巣をつついたよう騒ぎになっています、と、日本テレビ関係者が明かしています。この件について日本テレビとフジテレビは、現地メディアや地元テレビ局が報じた内容をなぞったものを放送した、などと、独自に豪邸について処報したわけではないと主張し、 出禁処分を解除してもらうために代理人を通じて交渉を続けているといいます大谷翔平選手がブチギレ激怒した理由は肯定購入に関する報道だけではないと言いい以前の大谷選手は日本人のテレビクルーや記者を見つけると自ら進んで取材を受けるほど有効的でしたしかし元通訳の水原一平氏の事件以来日本メディアへの不信感を強めるようになってしまった 大谷選手も野球賭博に加担していたのではないかという根も葉もない情報が出たことが原因だそうです。としています、フジテレビ関係者によれば、大谷翔平選手に関する話題を番組で扱うと平均視聴率が2、3%上昇することもあり、数字を取るためにプライベートに関する話題も積極的に取り上げているそうです。そして、週刊現代は、出禁処分の真相を確かめるため、 フジテレビと日本テレビに対して、取材パスの凍結や映像使用禁止は事実なのか問い合わせたところ、日本テレビの広報部は、取材に関するご質問については一切お答えしておりません。フジテレビも同様に、特に回答することはございませんと、否定も肯定もしなかったとのことです。この報道を受けてネット上では、明らかに大谷報道以上だからな、とう,とう切れたか。 楽して安く視聴率稼げるからって大家に頼りすぎのテレビ局が悪いこれでさらにご機嫌取り持ち上げ報道を加速するんだろうな日本のマスコミは相変わらずだな W プライベート映像なんか NG に決まってるだろう。現地報道をなぞったという言い訳もダサいそりゃそうだろう自分の家が晒されたらどんな気分になるかちょっと頭を使えば容易にわかると思うけどね 悪徳 YOUTUBER みたいに購入した家突されて近隣住民にもインタビューされたら空ムカつくわ当たり前だわコムケイとかも同じだが他人様の自宅を場所公開したり連日押しかけて周囲に迷惑かけたりハラスメントで訴えられたらええねんこれ別の場所に引っ越すかもな本人たちにしてみれば命が脅かされてるわけだし 大谷からしたら MLB 放送しない民放 TV 局は全部出禁にしても全く問題ないだろうな別に引退後に民放でバラエティ W に出たり野球解説の仕事するわけもなくなどの声が上がっています大谷翔平選手の12億円豪邸購入報道をめぐっては日本のファン等の間でも物議を醸していて5月25日放送の情報ワイドショー番組ウェークアップなどでは 記者が豪邸を訪れるだけでなく、近所に暮らす住民にもインタビュー取材をしており、その映像は YouTube でも公開しています。ネット上では、プライバシー侵害行為として批判が相次いでおり、日本テレビと富士テレビが出禁処分を受けた経緯が話題となっています。日本テレビは4月にも、ハワイの高級リゾート地に建設を計画している別荘について報道し、 今後はプライバシーに配慮した報道が求められるでしょう。フジテレビ関係者によると、大谷選手に関する独自の取材ができなくなり、特にスポーツ局が激怒している状況である。日本テレビとフジテレビは、大谷選手に関する取材パスが凍結状態にあり、実質、出禁、となっているという報道がある。大谷選手の自宅周辺の取材は、情報番組、 ライブニュースイットの取材班主導で行われたとのことメインキャスターに NHK を退局したばかりの青い地アナウンサーを起用した今年1月当時 NHK に所属していた青いアナは会社に報告せずに親族企業から役員報酬を得ていたことで厳重注意処分を受けたと報じられたが1月18日にニュースウォッチ Q を突如降板するとフリーに転身し フジテレビの情報番組のキャスターに異例の形で抜擢されたのだ。しかし、リニューアル後も、視聴率では未だ、ニュースエイブリー、などの後陣を排している状況で、現場ではスタッフの士気の低下も懸念されているという。葵さんは NHK の看板報道番組のキャスターをしていただけに、アナウンス力は安定しています。しかし、 高額なギャラを払っているのに見合うだけのメリットが得られているかといえば疑問を抱かざるを得ません局内スタッフ特にフジテレビ所属のアナウンサーとしては複雑な気持ちにならざるを得ないでしょう番組スタッフはその数字にピリピリするのですが青い穴は番組が終了するといつもすぐに帰宅していますその様子を見て NHK では民放ほど数字を厳しく問われなかったんじゃないか と指摘する声も聞かれます。視聴率が伸び悩んではいるものの、フジテレビとしては青い穴メインの体制は変えずに行く方針であると、前室のフジテレビ関係者は話す。さらに、先日、イットの制作スタッフに対し、上層部から相次いで、激励のメールが送られてきたというのだ。メールは、視聴率の低迷は認めながらも、 少し時間がかかっても青井さんのカラーを育てていく。という内容でした。青井さんのフリートークを番組の最初と最後に入れたり、街頭取材を行ったりと。